まあ、日本代表でも要求されているアウトサイドのシュート、これをかなり意識してますかね。そうですよね。そのシーズンを追うごとにその重要性というのも理解して高めているように感じます。今度はベンドラメレオのスリーポイントシュートです。高いんだと思います。さあ三河の激しいチェック、ギブス、キャッチャーとシュートに行った、決めてきました。勝負強く決めてきました。いやー、レイマンディフェンスへの意識も相当高いですね。そうなんですよね、うん、ここのフットワークもいいですね。この位置にベンドラメ中に切り込んでいってるから、さあエンドワン。ルカ・パビチェビッチヘッドコーチに対してまだ34歳、日本では就任1年目というライアン・リッチマンヘッドコーチ、この2人の争いになっています。素晴らしいオフェンスです。この辺り心理戦よく見ています。サノバ・ギブス、ベンドラメ、ボールキープ、逆の位置、右の位置から田中大輝のスリーポイントシュート、ゴール下ホーキンソン強い、ここでリバウンド取ってくれればありがたいですね。サイズがあるのはホーキンソンのみ、クレモンズからホーキンソン、ダンクシュート。自分たちがどういう風にバスケットしていくのか、はい、そういったヒントが見えた、うん、試合になったんじゃないかなと思いますね。一方で三河は21点ビハインドから